分かりにくいのか。ちょっとうんシンプルにした方がいいのかなと思った。なるほどね、うん、あと、まあ、今の時期からちょっと難しいかもしれんけど、やっぱりこの MC の人とゲストの人の顔がはっきり見えた方がいいかなって思うから、あの時が経てばよりのモズにするか、まあカメラ2台使うのかこれで分割するのか分からへんけど、うん、もうちょっと2人の顔がはっきり見えると嬉しいのかなと思った。へー、私のファンの人とか別におらへんけど、なんかそのこっち側のファンの人が見たいって飛んできてくれた時にあんま顔が見えなかったら悲しいかなと思ったりとか、うん、か2人以上ってなると難しいね。でこうやって向いてしまうからさ、じゃあ例えばこっち側のカメラとこっち側 iPhone でも全然いいから、こことここに2台置いてさやかちゃんを狙うやつと私を狙うやつにして引っ付けるとか。すげえ本格的になってきますよ、うん、ちゃんと正面の顔が見えながら話せるのかな、うん、よくテレビとかであるやつですよね、うん、今ならちゃんと抜くみたいな、その人、うんうん、ってなるとスマホやと難しくなってくるかな。ごめんなさい、低予算 YouTube でごめんなさい月一の主婦の趣味みたいなやつやから、ちょっとそこまで今お金いや分かんない。でも緩いのがいいって場合もあるやん、 YouTube ってさ難しくてさ、なんかガチガチのよりなんかゆるーくアップしてるの方がアップしてるの方がありますよね。だから何人だから近隣さんとか言ったらなんか近所のお兄ちゃんみたいな感じやからそれがいいとかね、うん、そうかも、親近感がありますよね。あるのがいいかもしれんから、私の意見だけが全てじゃないけど、はいはいはい、テレビっぽくするならそういう感じかなと思って。あ、でも綺麗にはなりますね、確実に。見やすく、なるほどな、まゆこさんこだわりそうやもんな。こだわりがすごいのよ私編集とかどうしてるんですか。ほんまにこだわんのよ。あれこだわりだしたら気にないでしょ。もう気にない、もうほんまにガチガチのあの毛穴の動画が伸びまして、もう一回改めてちゃんとやり直した、はいはいはい、新しいチャンネルでやり直したんだけど、もうあれもガチガチに作りすぎて2週間ぐらいかかったからね編集でもう気狂いそうやった。もうやばってそんだけちゃんと作り込むから、あのクオリティなんよ。あれはもうちょっとアホみたいにこだわったね。すごかったよ。だって商品とかもねあるからこう細かいじゃないですか、商品名とかも。でちゃんとこう写真自身も引っ張ってきて、背景はやっぱり抜きたいとかって背景透過させてとか、めっちゃ大変ですよね編集してる人。これ編集大変。でも編集がね楽しいのよ、私。向いてるんやな多分楽しいとか言いながらもそれが楽しいから続いてるかも。あ、でもやっぱ楽しくないと続かないですよね。私もなんかその、まあこれほど細かくはないですけどこれ作った後にその最初の息子もそうですけど、うん、そのゲストの方もそうですけど、わすごいみたいな、喜んでくれるのがやっぱこう誰かが喜んでくれてるっていうのが、うんうん、やっぱやってよかったなみたいな。ちょっと手間かかるけど、なんか反応があるとやっぱ嬉しいもんですよね。なんかバラエティ番組とかをそういう視点で見るようになった。え？このタイミングでテロップ出すと、ここは溜めて出すんやとか、あ、このタイミングの方がやっぱ効果は女だけあって効果的なんやなとか、まあ、プロもチェックしてるじゃないですか。で予告編はここ隠して、あ、サイドこういう風に出してとか、やばもうえ、え文字の枠何重やろうとか。もうダンサーさんです。素晴らしいダンサーさんなんです。もうバラエティはもうそういう視点でしか見てない。あ、 BGM 大きくなったとか。ってるじゃないですか。そんなね、いろいろやって、でも YouTube のね、じゃあね、うん、今まあやって1年ぐらい経ちますよね、うん、YouTube やってみてちょっと良かったところと、ちょっとこれ大変かもなっていうところと、ちょっと両面聞いていいですか。良かったところ、うん、でもまあ多分向いてるって言ったらあれけど、好きやから単純に楽しい。楽しい。一番嬉しかったのはダンス系のやっぱ YouTube で踊ってみてすごい踊れるようになりましたとか、なんかこれでこれをみんなで練習して文化祭で踊ってすごい太鼓感じすごい湧きましたみたいなコメントとか来た時はちょっと泣きそうやった。ああ、そうか、そういう子たちも見るんだ。そう、なんか私の YouTube 見てみんなでクラスみんなで練習してくれたらしくて、それで。すごい盛り上がりましたとか言われたらもうすごい、だからそれがほんまに生きがい、見てくれたらしい。めっちゃ見やすいですね、本当に。まゆこさんの、あの
踊ってみたとかレクチャー動画、今コロナであんまり人とつながれへん感じがするけど、うん、やっぱネットを使ったらね、うんうんうん、他は見えないけど、なんかオンラインでいろんな人がなんか役に立ててるって思ったら確かに嬉しいですね、うんうんうん、嬉しい、めっちゃ嬉しかった。美容もそう、試してみて効果ありましたとか言われたらすごい良かったって思う。おー、そうやってるんです私も、うん、ありがとうございます。そしてちょっと今途中なんでオイルのやつ、オイルのやつです。あれすごいよな、あれすごい。私はなんかまだその毛穴が頑固すぎて20代の時すごいルーズだったんです、スキンケアが。だから頑固なんですけど、でも今試してみて肌はちょっと柔らかくなった気がしてますので、ちょっとオイルはマジ万能、続けてみます。ペコリ。大変やったこと、例えばね、うちね YouTube やるのにすごいビビったのが、やっぱアンチコメントが怖すぎて、うん、私そのお子さんがね出るパターンもあるので、ママトークとかもしてるので、ちょっとお子様やご家族にご迷惑かけれないっていうので、あのコメントをオフにしたんですよ、うん、ダンサートークチャンネルに関しては。ちょっと家族を守りたいっていうのと、ビビり症なんで、もうとにかく誹謗中傷が怖すぎて、うん、オフにしてるっていうところもあるんですけど、 そこに関しての勇気というか、うん、あでも怖い、大丈夫なんですか、立ち向かえてるんですか。怖かったかも、やっぱり、うん、そう、自分かっていうか自分の周りに迷惑かけたくないっていうのはすごいわかるかも。自分がお世話になってる、なんか出演してる舞台とか仕事場の人とかにも変な影響を与えたくないし、あとは言葉選びとかもすごい気をつけるよね。ああ確かにすごい考えますね、うん、なんか最初はあんまり分からずわって言ってたけど、これは違うんじゃないですかみたいな、やっぱコメント来て、あそういう風に捉える人もいらっしゃるんやなと思って、気をつけるようには。でも私も子供を産んでからこうママになってから結構その気をつける、うん、自分が発言することとか言葉遣いとか子供が真似するんでいる、うんうん、なんか気をつけようとかは出てきたんですけど、動画も私もたくさん見るんですけど、やっぱこの人は好きだからとかこの人は価値観が合うからってこう見るじゃないですか、はい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 、でその美容系もこういろいろ見るんですけど、やっぱり自分の肌に合う合わないもあるし、うん、そう美容は特にそう、なんかこれいいですよって言っても私には合うけど、そうですよね、合わへんかもしれへんし、それはもう本当に世界中の人数のその良い悪いは違うので、うん、この人がいいけどこの人が合わなかったらもう山ほどあるじゃないですか。だから私も別にそのいろんな美容系 YouTuber さんとかインスタグラマーさんを見た上で自分に合うものを私はピックアップするから、うん、別になんか責めないというか、そのやってらっしゃる人に対して全然良くなれへんやんけとかは言わない、うん、そりゃそうやろ自分と肌ちゃうねんからそりゃそうやろと思うから、みんながねそう思ってくれたらいいけど、合わへんかったよって思う方もいらっしゃるんやなっていう、会う人探したらええやろって思うんですけど、なんかやっぱねそうやって言ってくる人も出てくるかもしれないですけど、うん、まあ、私やったらそのママなのにそんな YouTuber なんかやって大丈夫子供とか、もしかしたらコメントオンにしたらそんな言われるかもしれないじゃないですか。ビビってオフなんや、怖いんすよ。そう、でもコメント欄に結構感動をもらってるから、私はそうか、そういいこともめっちゃあると思う。そうですよね、その感謝されるっていうところもこう、うん、モチベーションが上がるものになりますもんね、うん、メンタルが、ね、そんな強くないんで、すごいそうやっけ、そうっすよ。そうっすよ。明るいやつほど結構ねナイーブなんですよ皆さん。それあるあるやな。その場楽しくしたいやつほどめっちゃ気遣いるんですよ実は。気遣いやな。わかるわ。偉いな。じゃあこれにてちょっと YouTuber 編。これにて YouTuber 編こんなもんかな。はい、ダメ出しはもう終わりましたか、私のダメ出しは。大丈夫だと思います。じゃあこの感じで終わるんや、ね。次に行きます。閉めへんのこれは。これはそのままさらっと結構次に行くんですよ。ご挨拶した方がいいよ絶対。ここまで終わってるやろ。OK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 。何ご挨拶。じゃあ YouTuber 編一旦ここでってなっていうみたいなこと言って、もう一個何編やるんやっけ。もう一個はまゆこさんのダンサールーツ編。ありがとうございます。ダンサールーツ編もお楽しみに。この動画参考になったなと思ったら、グルタンチャンネル登録よろしくお願いします。TK とも言ってよ。そう、だから別にチャンネル登録数もそんな別にやるなら、どうせやるなら今言われてるからちょっとやってみよう。じゃあやってみて、やってみよう。初めてのあの言葉言ってみて、 YouTube パイセンの言葉をこう聞いてやってみよう。これはで YouTuber 編は一旦終わりみたいなコメントしていただいて、はい、じゃあ YouTuber 編はこちらで一旦おしまいとなりますが、まゆこさんには引き続きですねダンサールーツ編もお伺いしていきたいと思います。この動画いいなと思ったら、頑張れ頑張れ、この
この動画いいなと思ってくれましたらですね、グッドボタン、高評価と、チャンネル登録の方もお願いいたします。これ YouTuber っぽい。これ大丈夫です。大丈夫、皆さんこれでチャンネル登録者数が増えるから、よろしくお願いします。じゃあ一旦さようなら。